面さん、もうカメラを回さざるを得ないですよ。電気止まっちゃうよ。やばい。おい、すいません。なんで電気代が高いか知ってる？まあ原発を動かせないからね。あとロシアとかな。どうでもいいんだよそんなの。お前から聞いたら。おい、電気がなぜ高いか。おい、なぜ高いか知ってる？お前が真っ昼間に電気つけて、おい、パソコンもずっとつけっぱで電気代が無料だと思ってるからです。どうにかしてください。はい、正直いくらですか？あなた204円。あなた家賃滞納してますよね今。家賃も滞納してますね。はい、ちょっとさすがにやばいっすね。ちょっと今家賃を払う前に何に使ったんだその金は。覚えてない。ふざけやがって。おい、まあ風俗には行ったか。おい、おい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 、風俗ですか？いや風俗だけじゃないでしょ。ギャンブルはしないっすよ1ヶ月ぐらい。実はギャンブルする金がないんで。ええ、私も。はい。お前風俗1回分しか遊ぶ金なかったってこと？まあそうですね。いや嘘だろ、嘘だろ。そんな何に、支払いってこと？支払い、でも入るんで。入るんでじゃなくて昨日だったんですよ、はい、期限が。今日もういつ止まってもおかしくない状況、うん、で僕もまあね、ちょっとお金なくて、後出し後出しでどんどん払ってたんで、今2枚溜まってまして、紙が。過ぎちゃったばっかりに、2枚分払えって言われてて、今。1個は期限切れてるやつ。1個は期限切れてないやつ。あ、そもそもね。そうそうそう。そうそうそう。そもそも切れてた。そう、そもそもね、どっか金入ったタイミングにね、2個同時に払わないと、しんどかったんで。もしもって知ってると思うけど、用キャッチャーで大量に取ったジャガチョコを食料としてますから。これ食料、ジャガチョコ？そう、ジャガチョコで生活してる。みんな俺らに会ったら現金くれー。お金ちょうだい。最低で自分たちのせいで貧乏なってる。お金ちょうだい。最低だわ俺ら。無理だわ、一生売れん。お金ちょうだい。一生売れんわ、やっぱ抜け出せないこの生活から。抜け出せないもん。お金ちょうだい。あと大丈夫なんですか？ちょっと心配で、僕、すごく、来月の家賃とかもそうですし。もう、キャッシングも持っていないんで。さあ、ちょっと、払わないとやばいものを教えてよ。一括返済、催告状。何ですか、それ。一括？うん。一括返済、催告状。はあ。これを払わんといけん。一括でってこと？うん、借りてる元金もってこと？そう、全部。無理じゃん。うん、無理。それ無理な人ってどうすんの？無理ですっていう。お前地下帝国連れてこまれない？大丈夫？無理です。連れて行かれない？そろそろやばい。法的手続き来るかもしれない。連絡もしてないの？連絡しよう。今連絡しよう。お前ダメだよ、やっぱ金借りてる側がさ、そういう不義理なことしちゃうと。何万円借りてんの？これ2万3000円ですね。2万3000円一括？そう。あ、なんびっくりした。アイフルが2万3000円？うん。あ、なるほどね。じゃ、細客？これ細客だ。あ、これさ、自動で引き落としの設定してんだよ。うん。なんで引き落としされなかったんだ。お前の口座に金ねえからだろ。そりゃそうだ。こんな、そんな、お、幼稚園生でも分かるぞ。そうだ。誠意とかがさ、伝わらないと向こうも、信頼がさ。手紙が来て、一括返済、催告状っていうのが来たんですけど、はい。これって、引き落としにはなってないってことですか？はい。あ、なるほど。はい。ちょっと今、一括では返せないんですけど、で、また分割でとかって言いますかね。今月月末でしたら半分は、あ、大丈夫です。はい、大丈夫です。わかりました。はい、ありがとうございます。あ、月末1万飛ぶわ。よかったやん。一括じゃなくて。よかった。愛があったな、そこには。愛があったわ。あったわ、今の。俺さ、うん、9月から払ってなかったっぽい。え？引き落とされてなかったってこと？そうそうそう、ずっとね。だからもう半年ぐらいさ、返してなかったの。これは最強の4文字来ちゃうね。法的措置っていう。法的措置よ、ね。うん。iPhone だけ法的措置来てんの。法的措置は今のところこれだけです。うん、教科書やん、やっぱ。教科書。教科書、うん、裏教科書。本当に、お前に、お前のこういう面の動画、全部裏教科書。最後だから。最後の、人間の最後のフェーズだから。こっから有料コンテンツだから。こっから？ただで見せれない。ただで見せれない。こっから先は。こっから有料なんだ。借金全部完済できる額たまったら話すわ。今話せよ。前みたいなやつ増えちゃダメだろ。お前が唯一これ社会にしてる貢献だぞ。こうなるよって見せつけてることが。
ちなみに給料入ったのがその20日前後、どこでゼロになったの？俺に家賃生活費を振り込まず何かに使ってるわけじゃん。どこでゼロになった？4月2日ぐらいかな。4月2日ぐらいの方法。ギャンブルするお金もないから悔しようもない。悔しようも、今あれなんですよ、立て替えてたお金が戻ってくるんだけど、ここからね、3万6000ぐらいかな。それからシモディに支払いしたら俺いくら残る？3000円ぐらい。何に使うん？何に使う？その3000円はどうなっちゃうの？計画立てないとまた苦しくなって困っちゃうよ。まあ飯食うだけなら実際余裕だけどね、全然あれば。まあ現金で残るからワンチャンね。ほワンチャンね。おだって、ね、3000円がね、もう3000円増えるだけでいいんだもん。でも一旦支払う金なくなるじゃん。フリーな3000円じゃん。いいの？いや、今まで我慢できてたからね。我慢しますよ。あ、我慢できる、はい、本当に金がなくなるとこうなる。本当に金がなくなると。ギャンブルもしなくなる。借りれないしね。借りれたら、ちょっともう落ちたように。あ、一発日勝負する？ 3000 円で。払う前のうちはダメか。家賃とかってこと？ダメでしょ。絶対ダメでしょ。3000チャレンジ行く？まあ、いいよ。こいつにしようわ。すぐ釣れた。入れ食いだ。断れんの？断り方知らないか。断り方知らない？いや、うん。いや、金ねえってさ、言うよ。普通は。いや、あるやん、撮影。あるやん。3000円が。いや、もう、お前面白い。ないか、あるかないかっつったらあるやん。あるかないかっつったらあるな。確かに。マジでおもろい。お前言ったやん。釣れそうだなってもうすぐ思っちゃったから。問われたら言っちゃうんだから。あと10日でしょ？給料入るまで。いや、食料あるじゃん、ぶっちゃけ。だから死なないやん。今日入るお金で、ライフラインは全部払えるから、大丈夫よ。生活もできるやん。お前は残した3000を何に使う？記憶にも残らん浪費だよ。使わないっていう選択肢はないだろ、お前に。お前に限ってそれはないだろ。使わないっていう選択肢もあるよ。ないよ。あるって。ありえない。3000だもんなって言ってる。明日には言ってる。さっき俺100回繰り返したから。100回繰り返したから。30万。1年通して。これ100回我慢するだけで30万貯まるからね。でも今何回我慢できてんのよ。0回。ゼロ回でしょ？無理じゃん、じゃあ。今、ゼロ円生活を、だから8日間して、それが18日になるか、8日で終わるか。してこよ。おい。終わるんじゃん。そうだよね。俺もちょっと意地悪だったわ。ちょっと俺も金ないから、あれだけど、1000円あげるわ。貸すとかにあげる。あげる。あげる？あげる。どう？3000円より、3000円とさ、4000円って全然違わない？でしょ？行こうぜ。ちなみになんですけど、打とうと思っているのはどういう機種ですか？タイプ。ジャグラー、花々。技術介入で100超えるやつとかね。ああ、なるほど、なるほど。ちょっと一個、心をスッキリさせたいんですけど、いやいやではないですよね。はい？いやいや？はい。嫌なんだよ。よかった。いや、なんかその俺がさ、やっぱ押しちゃったから、じゃあしょうがないよって気持ちだったら、やっぱ好きに使ってもらった方が絶対いいかな。そういうわけではない。もう気持ちはそっちじゃないんだよ。さあ、ということで今からね、ボールに向かうわけなんですけれども。今日11日なんだけど、前日10日、ゼロのつく日がちょっと強い日があって、はい、さらに据え置きもするっていうね。ああ、なるほど。情報を常連から聞いてて。なるほど、なるほど。そうですか、気持ち的には結構久々なんじゃない？ゼロ100ギャンブル。あ、ゼロ100ギャンブルね。それ久しぶりです。だよね。意外と。いやー、一回転一回転の重みが違うんだよね。マジで。ジャグラーの時は毎回逆押しするし、一喜一憂できる。一番純粋に楽しめる。
パチスロー。シュウシオがさ、消える前いくら買ってたんだよ。200万。すげえじゃん。お前できるんだよ。そうなの。俺、気でどうにかしてきた人間だから。じゃあ行きましょう。4000円とかしたわっていうドッキリでしょ。ドッキリだったらよかったな。あっち君雑何で鼻俺が一発バカボン行くか。こうなったらめっちゃ勝ったら4000やるよ。分かったから昇ったお日様が東へ沈む。あ、大変。これでいいのだ、あ、これでいいのだ。ボンボンバカボンバカボンボン、天才からバカボンボン。ルールが5枚あるからそれで1000円ぐらいにはなって、取っとけよ意味ねえよその1000円と。ということで僕が現在全財産70円で174円、25歳、26歳男性2人合わせて244円。この動画を見てかわいそうと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、あと赤スパよろしくな。なあ、これガソリン売れねえかな。売れねえ、こんないらねえ、売れねえよ、いるってそれ困るってこの車を担保に、この車を担保に。焦っちゃうよな、余裕なくなるよな、そういう時もあるよ。でもそれだけは今じゃない、耐えるんだ、耐えるんだ。次元か。そんなこと言うならお前があの時じゃんけんで現金をもらっとけばよかったって話なんだ、わかるか。現金ありだったのか。現金なしだろ絶対ギャンブルだもんそれ賭博だもん。この前さ、うん、主さん家遊びに行ったらさ、うん、僕目のちこのドライヤーあげるよってもらったじゃん。ああもらいましたね、お風呂の、お風呂の結構いいドライヤー。そう、ダメだって
ダメだ。その先はもう口にするな。でも元からあるじゃん、俺たち。ダメだ。もう口にするな、その先は。口にするな。口は災いのもと。そっから先はもう喋るな。ダメだ。いらん。ダメだ。ダメだ。喋るな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 。虫さんと言ってしまった時点でもうそれはダメだ。カットして言い直そうかな。仲良くなる気がない？どうかオンエアファンと取り戻しつつある。あのさ、絶対に儲かる話があるんだけど、一旦聞いてくんない？絶対に儲かる話なの。聞くだけ聞こうか。俺に2万2000円貸してくれたら2万2000円で返す。来月。儲かってない。絶対儲かる。2000円。下地が。2万2000円貸して2万2000円。じゃあ2万、俺に2万貸せば2万2000円で戻ってくるし。うん。俺も絶対儲かる話あるんだけど、聞いてくれない？うん、俺に11万返してくんない？そしたら？俺が儲かる。どう？いや、俺にメリットねえわ、それ。やめとこう。ふざけんなよ。お前メリットの前借りしてんだよ。ちょっとよ、ちょっとご挨拶して。悲しいかもしれないけど、来月のチャレンジは絶対に成功します。それじゃあ次の動画をお楽しみに。さよなら。